安いかなとは、思ってます。で、2000万円貯めたいですとご相談ですね。これは投資に関してなんですけれども、投資で、あと資産運用とか長期積み立てですね。で、2000万円貯めると。これはですね、いろいろな方法はもちろんあるんですけれども、もしあなたがコツコツやっていくのであれば、例えば、SP500 ですね、インデックス投資。これは楽天証券とか SBI 証券で日本にいらっしゃる場合ですけど、もしあなたが海外に、僕のように海外にいる場合は、ブーム証券がいいんですけども、ネット証券を開いて、これで、手数料がほとんどかからない状態にします。で、ですね、売り買いはしないので、とにかく、基本的には買い続けるということですね。貯め続ける、積み立てするという形になりますので、税金とかは一旦置いておいて、で、月3万円から5万円ですね。できれば最初に初期投資100万から500万円ぐらいを入れておくと、もっと積み立てが早くなるんですけれども、3万から5万円。